小谷秀夫は、千葉県富津市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。現役時代は、日本ハムファイターズの主力選手として活躍。小柄ながらがっしりした体格で、長打力を持ち合わせていたことから、ボンバーという愛称で知られた。富津市で漁師の家庭に生まれる。小学校3年生の時にアバラ骨にカリエスが見つかって、摘出手術を行い。 回復のため父親の勧めで野球を始めた。優れた野球の才能を見せて6年生の頃から中学の練習にも参加し、アムー中学に進むと当初で4番打者を務めている。複数の高校野球部から誘いを受け、木更津中央高校に進学。高校でも1年生の秋からエース、4番打者となる。百七十二年夏の甲子園県予選では二回戦で、 鳴る高校の鈴木隆正と投げ合い、4から5で赤敗。3年生の1973年6月には、来日したハエ高校選抜との交流試合のため、編成された千葉県選抜チームで4番を務めるが、このチームでは、掛布正幸が3番打者として起用されている。同年夏の県予選準々決勝で、掛布が4番打者であった、奈良市の校と対戦。 延長11回に1から 2X でサヨナラ勝ち。しかし決勝では、AS 土屋正勝を擁する調子賞と延長12回の熱戦の末、7から9で敗れ、甲子園出場を一する。高校卒業後は、アジア大学に進学。当時の党と大学野球リーグは、駒大の前世紀であり、優勝には届かなかった。1年生の1974年春期から、 リーグ戦に、当番、2年生の周期リーグまでに5試合の当番を、経験したが、3年春に、矢野介弘監督の勧めで三塁手に転向。直後の1976年春季リーグで4番を、務め、打率、442で、首位打者を獲得している。リーグ通算56試合出場、181打数、60安打、打率、331、 6本塁打、三31打点、ベストナイン3回受賞。1977年には、第6回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出され、ここでも4番を任された。大学同期に、矢野隆高橋修二良当主がいる。ヤクルトを、はじめ多くの球団から1977年のドラフト会議での一位指名を約束されていたが、 実際には日本ハムから二位指名を受ける形となった。約束を保護にされたことに対して野球部監督の矢野が激しく怒ったものの、小矢自身がプロ入りを望んでいたこともあって入団が決まった。1978年の日本ハムは前年に二類種及び遊撃種を務めた雪沢久高や菅野光雄の打率がそれぞれ196、185と低迷していたことから、 大沢刑治監督は強打の古谷を春季キャンプで遊劇種にコンバートしようとした。しかし補給し損なった牽制球を顔面に当てるなど守備にかなりの難があり、コンバートを断念されて開幕は2軍で迎えている。だが開幕直後に三塁手のレギュラーの富田勝が故障したため4月13日に1軍に昇格。翌4月14日の対近鉄戦では三塁手として、 スタメン起用されると3回のプロ初打席で、大田浩二から安打を打ち、翌日には、井本隆からプロでの初本塁打を記録している。4月19日の対ロッテ戦では、村田長治から本塁打を打った一方で3失策を、おかすなど、日本初の人工芝であった、本拠地、甲楽園球場での守備を特に苦手としたが、大沢監督の若手起用の方針により4月下旬に、 復帰した富田は二類手に、コンバートされて、古谷は起用され続けた。なお、球団の投票呼びかけもあって、同年のオールスターゲームには2割台前半の打率で選出されたが、投票結果が大きく問題視されて、チームメイトの菅野と共に出場は辞退した。変化球への対応が未熟だったことなどから1年目の成績は打率、218、7本塁打に終わったが、 主に8番打者として108試合に出場している。この経験を糧として、翌1979年はチーム最高の打率312を記録し、晴れて同年のオールスターゲームにも出場した。なお、このオールスターでは4打席でノーヒットに終わっている。同年の打順は、ボビー・ミッチェル、柏原淳一、サム・ユーイングの後の6番を主に務めた。 この頃から三塁の守備にも自信を持てるようになったという。四年目の1981年は初めて全試合に出場し、トミー・クルーズ、柏原、トニー・ソレイタに続く6番で73打点を挙げ、勝負強い打撃でリーグ優勝に貢献している。同年の日本シリーズでは第3戦で猛打賞を記録するなど6番、三塁手として、 全イニング出場を果たしたが、打率は217にとどまった。この年のダイヤモンドグラブ賞の選出では、惜しくも一票差で、藤原光に敗れている。1982年は2年連続で全試合出場を果たし、打率と本塁打で、前年の成績を上回るとともに、初のダイヤモンドグラブ賞を受賞した。1983年は、 自身2度目の打率3割を記録して2年連続のダイヤモンドグラブ賞にも輝いたが、上村義信が監督となった1984年は、最下位となったチームの不振に合わせて、打率を248に下げている。なお、同年まで4年連続で全試合出場を達成している。1985年は、高田茂が監督に就任し、5月に、 カシワバラ淳一が死給を受けて欠場したのを契機に、ス松英明が代わって一流医師を務める機会が増えた。同じくカシワラに代わる4番打者としては、クルーズやマイク・パターソンが候補に上がったが、それぞれ長打力や安定感に難があり、6月20日の体内回戦で古谷が4番に起用された。かつてカシワラに対して、江夏豊がチャンスの場面では、4番は、 本塁打か三振で良いと言っていたことを思い出してリラックスしこの試合で日本塁打を打つとそのまま4番に定着した7月9日対近鉄戦で先発投手鈴木刑事から宇宙間を破る三塁打を打ちショックを受けた鈴木はそのまま現役を引退した7月20日から23日まで6年ぶりのオールスターゲームに出場し 第2戦では2打数に安打1打点の記録を残した。8月14日の対南海戦で右足かかとを痛め、その後数日は代打として連続試合出場を続けていたが、8月19日の対近鉄戦で9回1死の場面で、ネクストバッターズサークルに入っていたところ、全打者の二村忠美がサヨナラ本塁打を打ったため、記録は646試合で終わった。同年は、 キャリアハイの33本類が96打点を記録し初の打撃タイトルとなる最多勝利打点を獲得した。また2年ぶりにダイヤモンドグラブ賞も受賞している。オフの契約公開では年俸が前年の2400万円から3200万円に大きく上がった。1986年は新しく加入したパッドパットナムが4番に入ったため5番に回り、 二年ぶりに全試合に出場してゴールデングラブ賞を受賞している。1988年には中日から大島、安則が移籍して5番打者となり、古谷は6番を務めた。1989年に監督に就任した近藤貞夫大和に村を三塁手にコンバートしようとしたが、打撃の伸び悩みもあって、すぐに外野手に戻っている。 同年は5月5日の対阪球戦で9番打者として本塁打を打ち、史上初の全打順本塁打を達成した。この年はトニーブリューアに次ぐチーム2位の打率272、同じくチーム3位の14本塁打を記録している。1990年は近藤が中島明氏を三塁手にコンバートし、オープン戦で、 積極的に起用すると、中島も82打数28安打で打率、341の好成績を残した。一方で、古谷は10試合の出場にとどまり、21打数4安打で打率は214だった。シーズンに入っても三流一種のレギュラーは中島が務めたが、6月には打率が250を切り、守備でも失策が目立った。 レギュラー剥奪について、古谷に対する首脳陣からの説明が全くなかったことが寂しかったという。7月には中島が外野に戻って、古谷の出番も増えたが、プロ入り以来最低の成績に終わった。日本シリーズ直後の10月27日に、大沢刑事に呼ばれて、スカウトへの転向を進められたがこれを断り、トレードを志願している。球団による、 トレード交渉は不調に終わったため自由契約を希望し、12月に阪神からオファーを受けて1000万円の年俸2300万円で契約を結んだ。1991年は代打の切り札として活躍し、打率311を記録した。広島東洋カープがリーグ優勝を決めた10月13日の試合では、王の豊か,から三振で打ち取られ最後の打者になっている。 翌1992年は13試合の出場に終わり、同年限りで現役を引退している。1993年から2002年までは、日本ハムで打撃コーチ、内野守備走塁コーチ、チーフ打撃コーチ、チーフコーチを務めた。2003年からの5年間は、オリックスのスカウトとして、各地を回った。当時見た選手では、鳥谷隆や田中正宏が、 印象に残ったという。また自身の経験と照らし合わせ、野手の目線から身体能力や投球の打ちにくさを評価していた。2008年は同級団の二軍打撃コーチに就任したが、テリー・コリンズ監督の対談に伴って、住友平次軍監督が6月から一軍、チーフコーチに移動したため、二軍監督を兼任することになった。二千九年は二軍監督に専念し、 明るさと厳しさを兼ね備えた指導で選手同士が意見を出し合える雰囲気づくりを目指した。育成を重視しつつも時には勝負にこだわって勝ち試合を守り抜くことにより精神面を鍛えた。2010年に東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍打撃コーチを務めたが2011年からオリックスにフロント職で復帰。球団本部編成部の国内グループ長として スカウティング活動を再開していた。2014年には、阪神の二軍事府県打撃コーチとして現場に復帰。2015年には、二軍監督へ転じる一方で、6月29日に、神宮球場で模様された、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜で NPB 選抜のコーチを務めた。なお、掛布正幸球団本物系育成 打撃コーディネーターが二軍監督へ就任した2016年も二軍チーフ圏守備総類コーチとしてチームに残留。2017年に二軍チーフ圏育成コーチへ移動したがシーズン終了後に阪神を退団した。2018年2019年にはオリックス球団本部の編成部副部長としてスカウティング活動を統括していた。全打順本打に象徴されるように 現役時代は様々な打順で起用された。自身は打順にはこだわりはなく試合に出場することを重視していた。練習中から高い集中力を保つなど野球に対する真摯な姿勢はえな夏豊かに高く評価されている。三塁手としての守備はプロ入り後にグラブの使い方から教えられたが瞬発力があるため横への反応が良かったという。 通算では4度のゴールデングラブ賞を受賞している。ありがとうございます。